お世話になります。一人でございます。私はポケモンが大好きなんですが、対戦に関してはド素人で、今まで対戦は以前上げた動画の1週間ランクマ生活の企画でしかほぼやったことはありません。つまり私の対戦歴は1週間です。そんなクソカスミジンコアリンコウンコインコガンコアンコチイワンコ泥バンコの私なのに、今回ありがたいことに超大物 YouTuber ポエチャンネルさんから100人組手の企画にお誘いいただきました。私はあまりにも素人なので初めは断ろうと思ったのですが、せっかくだからやらせていただこうと思いこの動画を撮影しています。素人ですから本番までにたくさん対戦して知識をつけて挑むのもいいですが、それはあまりにもめんどくさ、あまりにも普通すぎますよね。ポケモンは一部の人の中では運ゲーとも言われてたりしますから、めんどくさいからとかではなく、素人ということを活かして逆にあまり対戦の練習をせず知識もつけずに最低限の準備で付け焼き場でポエさんに挑んでみたら勝てるのでしょうか。気になりますよね。私は気になりすぎて眠れなくなり、眠るためにポエさんの動画を見たら面白くてもっと眠れなくなり、眠りにつきそうになっても霊夢とヨウムの悪夢を見て眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は超初心者が最低限の準備だけでポエさんに挑んでみたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、ということでね、あまり練習もせず知識もつけずやっていくということなんですが、全部適当にやるっていう感じになっちゃうとそれはさすがに相手に失礼ですので、もう短時間で初心者でね扱いやすいようなパーティーをねちゃんと考えていきたいなと思います。ただもちろん私もうすでに知識が全くほぼない状態ですので、この状態で一から自分でパーティー考えてるとしても自分で考えることこそもうバカホマヌケの泥バンコ野郎っていう感じなんで、ちゃんとネットでね調べて賢者たちのね知識をちょっと拝借させていただいてやっていくしかないですよね。なのでとりあえずね簡単に使えるパーティーみたいなのを探していこうかなと思います。これならちゃんと勝負になるんじゃないか。初心者でも使えるし、道連れ決まった、決まった、うまいぞうまいぞ、絶対にいけ。オッケー、当たった、当たったあー無理か、くそ負けた。誰でオッケー決まってる、道連れオッケーいけ、おっしゃ当たった、角取りでオッケーオッケー当たった、よっしゃよっしゃよっしゃ、余裕で勝った。道連れ3回中3回決まったな、ちゃんと。オッケー当たっていく、コットンガードされたけど心の目絶対0度決まったこれ完全すごい。はい、ということでこういうの初めてなんですが、パーティーご紹介させていただきたいと思います。といってもこれはねほとんどネットの記事を参考にしてそれをベースにね考えたものなんで、私完全独自なものっていうわけではありませんので、まあ参考にさせていただいた記事はリンク貼っときます。このパーティーのコンセプトはまあ一撃で倒すってことですね。まあそれしかないっすよ。だって考えたって絶対勝てないんですから、その運ゲーとかに頼るしかないんすよ。あと急所とかね、ひるみとか眠りとかそういうのでやっていこうかなとも思ったんですけど、なんだかんだそれもね結構ねいろいろ出し方とか考えたりとか、技どういうのを選んでいけばいいかとか結構考えなきゃいけないので、ちょっと私には無理だなと思って、最終的にここに至ったわけです。で、どうやって基本的に進めていくかっていうと、まあ、一撃必殺狙っていくんですが、さすがにね、全ポケモンで一撃必殺だけで狙っていくってのは、まあ、そもそも運ゲーすぎますし、相手に失礼すぎるので、メンバーサメハダ、ラプラス、サイドン、グラードン、フリーザー、ドリューズって言いますけど、サメハダでね、まずね、相手道連れで1体減らして、それで残り2体をね、一撃必殺でやっていこうっていうことですね。これならちょっとまあ一撃必殺だけに頼ってないよみたいな感じなんで失礼には当たらないんじゃないかなと思ってます。だからそういう風にしたってわけではないですけどね別に。で内容見ていきましょうか。サメ肌は気合のたすき持ってまして、で HP と防御に振ってあります。まあ、攻撃する必要ないですからね。で特性加速でまあ最初はね気合のたすきとかで耐えられるんで、それで耐えて加速して上から道連れやっていくってことですね。で邪魔されないように挑発とか打っといて、であとは氷の牙で、このパーティー作った人によるとまあ凍らさせたりするためらしいですね。ちょっと私この使い方とかよくわかってないですね。で、ラプラスですね、次は。持ち物お盆の実でございまして、振り方 HP と防御、っていう感じですね。で、シェルアーマー。で、歌方のアリア絶対レード角ドリル地割れということで、ほとんどね、一撃必殺で揃えてます。残り一つの技はね、歌方のアリアにしてるんですが、これは特にそんな理由はなくて、ただ強そうだからっていう感じですね。記事では別の技だったんですが、そこをちょっとアレンジしました。で、次、サイドンですね。サイドン持ち物の進化の奇跡で、特性飛来心の HP と、これ防御と特防に振ったのかな?で、この振り方についてはね、一応、その、方が作ったパーティーは、1世代前の環境での振り方になってるんですね。なので今の環境ではちょっと適さないとは思うんですが、私、いかんせんちょっとその今の環境がどうなってるかとか全然わかんないので、自分で考えてもダメだなと思って、とりあえずね、その環境まんまの振り方参考にさせていただきました。で、技が地震、角ドリル、ロックカット、岩なだれということで、ロックカットやって、そこから角ドリルやっていくってことですね。ただ、私、試運転みたいな感じで3戦やったんですけど、そのうち2勝しまして、成績良かったんですけど、サイドンとかね、全く使わなかったです。はい、で、グラードンですね。突撃チョッキ一応持たせといて、特性ヒデレリで、振り方 HP と防御なんですけど、防御下がってますね。なんでだ。でもこいつ使ったことないんで、その3戦中1回も使ったことないし、ほぼ使うことないんで、このままでいいや、別に。で、一応、シリーズ10のルールで対戦していただくことになりましたので、大魔禁止の禁止伝説1体ありのやつでね。なんで、一応それで禁止伝説入れてなかったら、なんか変なパーティーで来るんじゃねえかとか思われそうなんで、なので一応グラードン、入れといたっていう感じですかね。なんとなく。で、こいつは一応出したとしたら、出さないけど、ほぼ確実に地割れ狙っていくって感じです。あとの技は適当かな。で、フリーザーは先制の爪でワンチャン狙っていくっていうのもあるし、で、振り方が HP と素早さですね。素早さもガンガン上げといて、HP もね、最悪こっちの方が素早さ遅かったら、結構遅いことあると思うんだけど、耐えて、2回はその一撃必殺打ちたいな、みたいな、最低ね。そういう気持ちあります。で、技ですね。心の目絶対レード。これ基本的に狙ってきます。しかもこれちゃんと1回決まりました。はい。で、ドリューズ、持ち物こだわりスカーフで、それで、技はですね、HP と素早さ上がってますと。で、型破りで、それで、地割れと角ドリル狙っていくって感じですね。あとの技使ってないんで、いいんじゃないですか?で、結局、さっき参戦やった時は、一番最初にサメ肌出して、残り1枠、なんか、ドリューズ早いから、ドリューズ大体選んで、で、フリーザかラプラスっていう2択ですね。でも、フリーザやった方がね、盛り上がるからね、フリーザ入れたいなと思うんだけど、場合によっちゃもう全く、フリーザ一発で倒されちゃったら終わりだからね、それで。そこのとこだけ考えてやるっていう感じですかね。で、このパーティー作るのにかかった時間、2、3時間ぐらいかかっちゃいましたけど、でもね、大体何に時間かかったかっつうと、このサイドンですね、サイフォンとか持ってなくて、それわざと捕まえに行って、それでロックカットとか、確か卵技だか遺伝技だか、そんな感じだから、それをわざわざね、やるのに時間かかったんで、実質ね、1時間ぐらいしかかかってないですね。対戦と育成、あと、ネットで調べて何を育成するか決めるとかまで含めても1時間ぐらいしかかかってないと思います、多分。なので、この付け焼き場で一撃必殺パーティーでやっていきたいと思います。勝ちたいね。いけるかな?いけるかな?緊張すんな。すげえ緊張してる。オッケーオッケーオッケー。来た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 ぞ来たぞ来たぞよっしゃ行くぞよっしゃ緊張するめっちゃ緊張するなんでこんなコラボでそんな会話すらしたことないのにマジかマジかすげえ緊張してるやばい心臓がドキドキいってる怖いちょっと待って待ってすべて参加できる、同じポケモン参加できない同じ道具持たせられないオッケーオッケーオッケーこれで参加するチーム選ぶこれで、はい、我が一撃必殺パーティー行きましょう。来ますよ。はい、行こう行こう行こう。はいはい。これで、どうする?やっぱり、そうなんだ。ポエさんが普段使ってるようなやつの、普段出てくるようなやつのポケモンを使ってくるわけね。そりゃそうか。当然。サメ肌行きましょう。ちょっと相性的にはあんま良くないけども、サメ肌で、ドリューズいけるよね。ドリューズちゃんもいけるよね。はい、ドリューズちゃん。あとどうする一体。フリーザーかラプラスどっちにしよう。どっちにしよう。迷うなぁ。めっちゃ迷う。フリーザー行く?フリーザーの方が面白いもんね。オッケーオッケー。これで行こう。おっしゃ。行くぜ!シュッ!私の付け焼き場で一撃必殺していこうパーティー。付け焼き場ってその言葉の意味通り、刃ってことね。その付け焼き場っていう刃で一撃必殺していこうっていうね。今噛んじゃったけど。緊張する。シャッシャッシャッ行くぞ行くぞ行くぞいけるかな緊張すんなめっちゃ緊張すんなジュラルドンうわ、ジュラルドンどう微妙だなどうだろうこれ道すりいけるいけるかちょっと微妙だな一発で倒されることはないから、とりあえず。いや、どうだろうな。でも10番モールドととか確かジュラルドン確か覚えてるような気がするから普通に攻撃してくると思うから、とりあえずここは、まあ、別に挑発でいいんじゃない？なんか積まれると嫌だから多分挑発でいいと思う。はい、挑発していく。多分10万じゃない？ 10 万あでもあボディプレか。ボディプレはいいよ。ボディプレ OKOK、 耐える耐える耐える OK。 あこれで分かっちゃうのかな。やっぱ普通の人は道連れしてくるって分かっちゃうかな。道連れしていきましょう。とりあえず頼む、帰んな帰んな帰んな。 OK いいよ、絶対いいよ。これ引っかかったね。いいよいいよ、決まっていく。サメ肌のボディープレスされて、そっからはいはい、いいよいいよ。これいけんじゃん、ワンチャンいけるぞ。はい、これで倒れて、はい、いいよ。道連れ効くよねちゃんと。おい、一発で持ってく。いいね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 。まあ、シブンさん来た。え、こいつ飛行タイプあるっけ？え、どっちだっけ？虫格闘だよね。いや、これ、どっちだ？角ドリルいっちゃう方がいい？角ドリル効かないやついたっけ？相手。まあ、角ドリルいっちゃおっか、これ。角ドリルいこう。いけ！頼む！来い！ワンチャン来い！オッケー！当たった！おっしゃ！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 いいよ、持ってった持ってった。いいぞ、これ。これはいったんじゃない？これはいったぞ。多分。え、これ積まれたりしたら結構きついよ。まあ行こうか。もう行こうか。角取り行こう。角取り行こう。来い！ああ無理か無理か、さすがに無理か。オッケーオッケー。あ、いいよいいよ。これはいい。これはいい。オッケーオッケー。これいけんじゃん？でも相手、岩タイプの技あるかな？相手岩、これ決まるんじゃね？相手の、だからその素早さがわかんない。攻撃上がった。一発で倒せないっしょ。え、等倍で一発で入るかな？はい、フリーザー。フリーザ来た。ここで、いや、いけるかな？頼むよ。いや、心の目いけるっしょ。いや、心の目から、いいよ、心の目いこう。インファイト、え、耐えるでしょ？耐える。耐える。うわ、耐えねえ！耐えねえ！耐えないの？普通に耐えないの？うわ、やられた。うわ、最悪。うわー。うわ、失礼な感じ。運ゲーになっちゃったな。うわ、マジか。いやー、これ無理だったな。ラプラスでも負けてたな、普通に。いやー、むすったな。いやー、最悪。バカした。やっぱ勝てねえんだな。いやー、もう対戦ありがとうございました。ポエンさん。やっぱ勝てないわ。私じゃ。ということで検証結果、努力はした方がいい。でした。検証するまでもなかったかもですが、運だけではダメなんですよね。まあ、大して運もなかったんですけどね。やっぱ日々精進なので、もう今から魔漢光殺法へで打ち消す特訓始めます。